よろしくお願いいたします。ミュージカルスタジオに来ます。ミニバンドを起こした国際の皆さんの協力ということで、スタッフの話題になっておりますユニバースの弊社が出しているサービスと、あとユニバース時代からちょっと簡単な使い方を40分間で最初に簡単に自己紹介をしていただきますが、名前は今申し上げたことがないように、リップが式会社のクラウドツールを運用して、クラウドサービスポイントというサービス系のサービス作りの実践に所属しています。今、担当しているのはこのリップが式会社のクラウドサービスポイントですけれども、半年前なんですが、協定クラウドの協議事業というスマートマークの開発をしていました。マイナーなコンテンツで、Twitter でコンテンツを作る。これを作っている上で、いろいろとメールサイトがありまして、リバースチームの方に一度希望を出して、メールを出して、まず簡単にですけど、弊社の紹介をさせていただきたいと思います。弊社はからずっと1986年に創立しておりまして、もう25年と29年です。で、主に IT 運動が出しますけども、あ、これからですけれども、本日ご紹介するのは、クラウド事業の中の運動になります。で、意味としましては、昔はね、ETH、パソコン通信とか、2000年代はデルタです。このブランドとなっています。で、このところはですね、まあ、ミキクラウドが正解になりまして、これが今、事業の一つの仕様になっています。それ以外にも、スマートマークであるとか、SNS サービスであるとか、まあ、いろいろとウェブサービス系、インターネットに関わるところを、まあ、広くやっているような感じです。で、今回はアースの話をするんですけど、その前にその下にある基盤の話をちょっと。今回ご紹介するユニバース、弊社の出しているユニバースなんですけれども、このリップクラウドというアイアス関係のほうに、弊社のユニバースはビームウェアベースで作られているんですけれども、まあ、オンデマンドとウェブブラウザのコンソール情報とか、と、コンソールにすればサーバーがすぐ払いされるような、簡単に使える環境に、また弊社のサービスすべてのコンソールで、急激なアクセス動画にも簡単に耐えられるスケールアップという感じの部分が発生になります。で、現在乗っているこのインフラの上に乗っているサービスとしては、その弊社のようなサービスと今日ご紹介したユニバースともう一つ C4SA というファーストサービスというのも提供しておりまして、これはちょっと経営をしたウェブサービス向けのファーストサービスです。こちらはですね、例えば PHP であるとかRuby on Rails というコンテキストというものを提供しますので、一つ選んでもらうとそれがインストールされた状態でサーバーに払えるというようなところの中のになります。このような感じで Ruby クラウドからプラットフォームまで下からこうだいぶアプリを見ると一通りプラットフォームを提供しているというのが Ruby クラウドの感じになります。まだ今出てないんですけれども、iPad、はい、あとメールも、パーツの形で、どのような感じですか、ウェブサービスとか、いろいろな、そのままで、そのだけを考えて、まあ、いろんなところで使われているインフラ上のサービスになるということを、ちょっと認識いただいた上で、やると思います。ラブでした。皆さんご存知だと思いますが、スマホアプリ開発の課題の一つとしてどのようなものがあるか。一つはアプリ開発とは言っても、やはりサーバーサイドの開発が必須になることってかなり多い。まあ、単発のツールアプリであれば一番大丈夫です。例えば誰かつながるネットワークの設定のアプリ、また本格的なアプリでもデータの配信が発生すれば、それだけで対応が必要になるということがあります。そのようなリッチな機能をつけて必ずサーバーサイドの開発が必要になってしまうんですけれども、プッシュ通信のデータ管理とかこういう機能をやってるのを使
りましたっていう感じになってます。前の前を作って、サーバー管理して、そしたら、すごく面倒くさいし、お金もかかるところが、まあ、多分悩みになってるんじゃないかなというふうに思います。というところで、言わせるものを見ると、それらの基本機能、よく使われる基本機能と言われるものを、もうサーバー上に移行された形で、API 経由でご提供する、機能を切り売りをするというようなサービスになっています。一応、モバイルバックエンドアズアサービス、モバイル向けのサービスのバックエンドに有用な機能を提供して、ご提供をしております。このあたりなんですけれども、割と注目分野の海外出身産業経験の事業者というのが出てきています。を3つご紹介させていただきますけれども、これらはかなり世界に出ます事業者。一番左のパースが一番多いかなと思います。でそれ以外にも、まあ、このパースで Facebook が買収したりとか、あと AWS が出資機能をドライブしようとしたりとか。あと、ユーラーペンジンとか、ゼントコインとか、まあ、かなりこの辺りのサービスというのは、続々と参入し始めたので、もう一つ熱いなと思います。今日の ABC 選手さんのスタッフブログですね。スタッフブログというのは、こういうブログ記事がありました。連続産セッション。このセッションが最初のセッションなんですけれども、ここから3つ連続でエンバースのサービスがブログを紹介されているので、もう時間があったものは全部になって、比較してみたいと思います。ここまでがエンバースの代表というところで、まあ、モバイルアプリのバックエンドサービス、まあ、割と単純で地味な弊社が出しているモバイルバックエンドというサービスが具体的にどのような機能を提供しているかということを紹介しています。大きく分けますと、5つですよ。この5つ何かと言いますと、データストアとファイル管理、プッシュ通知、SNS 連携ファイルストアの5つを提供しています。それぞれ、特徴をまず一つ目なんですけども、データストアですね。データストアは、お送りいただいたデータを弊社側のデータベースでお預かりして、リクエストがあれば送るというような感じになります。データ構造はスキーマレスにお預かりしますので、構造に関しても自由です。なので、あらかじめ例えばコンソール上でこうデータ構造を作らなきゃいけないとか、そんなことはなくて、もう SDK でプロジェクトを作って、そこにキーバリューで、それをセーブしていただいたら、もうサーバー側に即時の構造で保存はできます。また ACL も行われているので、後ほどご紹介します会員さんとか、を連携して、特定の会員だけに登録を出るとか、練習できることであるとかというものを簡単に作っていくことができます。あと、こういった型のデータというのも扱えるので、中で使っているミドルウェアはリレーショナルデータではないもう一応ポイント型で一時的にリレーションを取ることがですのでこれを使えばリレーションデータベース的な使い方も一応現時点では誰もできてないんですけれども位置情報型ということで緯度経度の情報を取り扱うことも年内にするようにしていこうと思います。これ具体的にどのようなものかといいますと一つのレコードに一つの通常値を設定するものができますが、あるポイントから視界上にデータが検査するとか、ある範囲に含まれているデータだけを検査するというようなことが必要になります。続きまして、ライブ管理ですね。ここはちょっと似たような話なんですけど、ご紹介させていただきますが、サインアップのリンクがライブ管理というのは、ここはですね。でこちらはユーザー名とパスワードで、まず単純に使います。この会員管理機能に使っているベースとなる構造に関しては、先ほどのデータストアを使ってスキーマです。スキーマで、会員情報に、なんか、パラメータ付けたいというときは、会員情報のキーバリューをつけて、
単位のデータを使って、ユーザー名、パスワードでのサインアップログインももちろんできるんですけれども、それ以外に Facebook アカウント、Twitter アカウントでのログインというのもあります。これに関しても、先ほどのユーザー名、パスワードと同等のデータが取り扱えばというようになります。またもう一つ、そもそもログインとか使えないんだけど、データを個人に紐づけたいんですよというサイトがあるかなと思うんですけども、そのために頼みますタイマーが、一応端末の UID ベースで認識をするというような感じもよろしくお願いします。これを使えば、ユーザーのパスワードなしで、例えば、ある端末のアドレスを使っている人だけが編集できるとかいうようなことを ACA を使って、ACA に関しては、このユーザー、あと SNS 管理、アニマス管理を使って、管理をするんですけれども、それは会員だけではなくて、会員をまとめたロールというものを設定してますので、あるロールボールに対してはリードを取ります。あるロールボールに対してはリードライトを取ります。こういうようなことは、続きまして、プッシュプルですね。これが一番モバイル周りのサーバーサイズを用意するサイズのところかなと思いますが、Android、iOS に送信できるプッシュ通知というのができました。iOS に関しては APN 使っているんですけど、Android に関しても、他社さんですと独自で提供していることもありますが、弊社の場合は GCN を提供していますので、GCN に実装したことがあるのでしたら簡単に導入いただくことができると。追加の機能として、予約配信であるとか、条件別配信、内容配信というのが考えられます。条件別配信なんかを使うことで、例えば、国際的に使われているような場合に、国別に配信をしたりとか、あるコンテンツだけを登録している人に対して、プッシュ通知を配信したり、やるというような、細かなセグメンテーションでの配信が、でこちらの、配信先の端末データを管理するインスタレーションという生活バージョンのプラスがあるんですけれども、そのデータに関してもスキーマになっていますので、追加のパラメータをつけることで、いろいろ管理ができるようになっているかなというふうに思います。SDK を導入いただければ、配布状況の取得というものも可能になってきて、どのプッシュ通知を配布したかというところを簡単に取得することができます。今のところは、何月何日何時何時台に何時というような形で表示することができます。もう一つ特徴としては、Android 版だけなんですけれども、両方からお伝えした場合は、カスタムとしても使っているものも使っています。基本的に SDK 側で全ての、通知に関して、通知ですここに出ている通知に関しては SDK が全てやってくれるんですけども、受信したときに例えばデータを取りに行きたい。受信したんだけど、通知自体があるいろいろこう細かいことを満たしたときに、このカスタムレシーバーというものを使えば、そのあたりを制御することができます。この辺の使い方をちょっと後ほど時間があるので、使いましたけど。ここまで今の機能ですか。今のこういうリターンが使ったら結局今ファイルストア、ファイルストアの作業、ファイルストアの作業なんですけど、ファイルストアというのはバイナリーファイルを公開することができるサービスです。こちらに関しては、まあそうですね、写真や音楽や文字や、そういったものを公開することができます。ここまで機能の紹介が終わりなんですけども、これらの機能をですね、簡単に使うために SDK を提供しております。今のところ3種類で、iOS 版、スタンドで版と、コマスクリプト版と、あれが一つのみんなが違う違う。今日は Android とかも使っていますか。Android、Apple とかも使っていますか。これぐらいでデータストアに使っていますし、これをですね、コンビネーションの中でやっていただけたんですけども、最初に、アプリケーションのクライアントをご登録時に開発しますので、それで初期化をしていただいて、あるクラス名でオブジェクトをクリエイトしていきます。このクラス名というのは、データスタン上で、普通のリレーションのデータベースのテーブルに当たるもの
していただいて、これに対して T バリューですね、データを追加して、さらに整合すれば、このグラフに対して値を追加したデータというのを用意する。これらの登録されたデータを閲覧したりとか、API の利用状況、あとプッシュ選手を見たりというようなオペレーションの作業があるんですが、そのあたりをやっていただくためのコントロールパネルというものを用意しています。これからしたら完成となりましょう。データの追加であるとか削除、あと、プッシュ通知の送信もそうですし、ファイルがプログラムも全てコントロールパネル上からでも、というところでですね、ここまでのビクラスモバイルバックエンドの機能のご紹介だったんですが、ここからはちょっと使い方を具体的にご紹介していきたいと思います。まず最初はデータストア機能を使うということで、先ほどちょっとだけフォロースニーベックをお見せしましたが、実際にそれを使うまでにどういう手順ですかというお話ししたい。とりあえず、クラウドモバイルバックエンドに登録済みであるが、一番最初にアプリケーションを新規作成で、スマートフォンアプリケーションに対応するモバイルバックエンド上のアプリケーションというのを作成してもらっていますので、それをここはアプリに指定申請ですね。これでご利用いただくとですね、キーを使ってもらうとアプリケーションキーとこれを使ってもらう、これを後ほどそれを確認していくことだと思います。そしてもう一つ大事なものとしては、SDK をこのウェブサイト上でご提供しますので、これをダウンロードしていただいて、プロジェクトの方に社員に参加をしていただくという仕事があります。ダウンロードするとですね、まあ、10回なんですけど、それを解凍するとこのジャーファイルに含んで、これをリクエストしたりとかしていただいて、その後は、この SDK を使う上で、パーミッションが2つ必要です。というのは、サーバー側にデータを送るのは大変ですけども、インターネットと、あと通信ショットにアクセスネットワークしてると、大抵の契約の設置とかしないかなと思って、特殊なことになるんですけども、この2つを、これが、これが終われば、もうあとは、アプリケーションかまたは、こちらに構わないんですけども、コンクリートの中で SDK を出荷して、先ほどの動画を見ていただいたら、もうこれだけで登録することができます。もちろん、ここ今、キーバリューとして設定したんですけども、ここを何個も設定すれば、その分だけフィールドが増えたということがあります。ここまで終われば、もうコントロールパネル側に行っていただければ、指定したクラスで指定したキーバリューが登録されているというような状態を確認することができます。ここまでで、実はコントロールパネルの作業はアプリの作成を機能してしまいます。なので、あのテストクラスというものも作成しなくても、勝手にクラスも勝手に作成されますので、本当にアプリを作って機能してくれば、あと SDK でこうデータを登録するだけで、ここまで、ユーザーを使うと、ここまで簡単にデータをサーバー側にアクセスできるというのを紹介しました。データストア機能は割と地味なんですけど、これなんかこうちょっとサーバー側に置きたいんだなというふうに使っているので、というふうに思います。続きまして、集中機能を使うというところを紹介しますが、先ほども申し上げましたが、GCM ベースで作っていますので、GCM の色準備だけはちょっとご自身でやっていただきます。ですので、Google のサイトに行って、このセンダー ID と API と取得するところ、あと GCM 独自を使えるところまでは、やっていただければ、ここまでをやっていただければ、あとは、エンドワーズが、
業を迎えるという側で作業すれば、私たちが増えます。まず、このパネルのアプリ設定のプッシュ通知という項目があるんですが、このスマートフォンのプッシュ通知という項目に API キーを登録しています。コントロールパネル上での設定はですね、パーツで許可設定をして、API キーを設定します。プッシュ通知を組みにあたって、事前に必要な作業としては、この2つになります。あとはもうアプリケーション側の実装経路ですけども、GCM を使ってますので、それを使うためにですね、サービスとレシーバーをアンドロイドマニフェスト上に設置したいです。で、直接 GCM のライブラリの方に行くのではなくて、弊社が提供している SDK はその SIM、それぞれサービスとレシーバーが提供してますので、それを読んでいただければ、判断することができます。これはですね、ドキュメントサイト。弊社のユーザーのドキュメントサイトの方にチュートリアルで載ってますので、もうこれはこのまま、ここだけアプリケーションに書いてあるんですけども、それ以外を聞くしていただけるあと、もろもろプシュートリアルに必要なパーティションがありまして、ウェイクロックとマイブレーク、あと、これは GCN のレシーブとかですね。このあたりを追加していただきます。で、ライブレート機構に関しては、使いたくないということであれば、許可しなければいけませんので、これは、これが見えます。残りは、必ず必要です。ここまで終わりますと、Android マニフェスト上に必要な必要があるのは、先ほど言われまして、ちょっと今回、先ほどのオブジェクトフォークに比べるとだいぶ長いんですけれども、初期化をしていただいた後に、このデフォルトプッシュコールバックというのは、プッシュ通知を受信したときに、最初にどのアクティビティをプロセスするかとかですね、そういうのをデフォルトしようというので指定しています。今回は一応メニューアクティビティを、まず指定しています。もう一つ、そこから下はですね、インスタレーションというもので、プッシュ通知の送信先の端末、配信端末の登録作業というのを行います。で、カレントインスタレーションということで、今現在のインスタレーションタブを取得した後に、先ほど GCM の準備をご用意いただいたテンダー ID をベースに、Google 側に問い合わせをして、レジストレーション ID を取得します。取得が終わりますと、レジストレーションコールバックが呼ばれますので、その中でインスタレーション制御を読んでいただければ、なんか例外処理が使えるので、ごちゃごちゃしてますけど、実質はそんなに難しいことではない。でここまで終わるとですね、もう、インスタレーション登録は完了されていれば、あとはプッシュ通知。で、まあ、一番簡単なところには、コントロールパネルから送るというふうに思います。で、Android の場合、送ることができるのは、タイトルとメッセージ。あと、ここに JSON というコントがあるんですけども、JSON 形式でデータを作っていただければ、これも一緒に送ることがあります。これはメッセージだと送ることがありますので、表示されることはできれば、何か処理をするときに、裏側を処理するときに必要なデータを取り入れていただければいいと思います。あと、配信日時という項目がありますので、まあ、今すぐ配信すれば即時配信が処理されますが、ここを日付指定にしていただければ、その日時までは、電車側にお伝えして、その時間になったら、GCM 側にお伝えするというようなことがあります。配信期限は破棄です。遅れなかったので破棄する。あと、Android 端末の配信プライベート端末にするということで、どちらも配信できるかと思います。あと、一番最後ですね、配信端末というのがあるんですけども、ここで、絞り込みを、端末の絞り込みをすることができます。でですね、データ層側にインスタレーションするクラスが、あらかじめ配信の状態か、初期状態から登録されているんですけども、そこに配信端末というのは、そこに登録されている各種データを使って配信先の端末を絞り込むと、そこで絞り込む端末にだけ送信がします。割と多機能で送信できます。意外と送信できるということで、これだけではちょっと面白くないので、ちょっとだけ応用に。
会社の方法をちょっと出しました。カスタムレシーバーというのを使うので手術時の受信時のいい処刑をすることができます。まあこんなに難しいんですけど、アンドロイドマニフェスト側に先ほど飛ばせるレシーバーを登録する必要があって、ここに書いてあるカスタムレシーバーをご自分で作っていただくことがあります。でこの方が人気のフィルターで、まあ、アクションが登録されていますけれども、このアクションは先ほどのコントロールパネルから配信するときに指定できますので、これを指定して配信していただければこのレシーバーが起動されるようなマーケット側にはこの企画をしていただいて、あとブロードキャストレシーバーを対処したカスタムレシーバーを閉じていただいて、このモニシーブがありますので、まあ、ご覧にやっていると書いていただければに、で、あとにご覧にしたらインテグラフィルターに書いたアクションをこの Android 端末に配信するというのをチェックボックスにチェックすると、ここにアクションの指定という項目ができますので、そこに全く同じ文言を入れていただければ、このレシーバーを取り出すことができます。ただ、普通にこのままやると、通知が届いた瞬間に、上の通知領域がポンと落ちます。これは SDK 側で通知の部分をすべて実装しているから、画面出てしまうんですけれども、これを使いたくないというような場合があります。例えば、アプリケーションのデータの更新のフックとしてプッシュ通知を使ったとかいうときは、上に通知が出てほしくないと考えているわけですけれども、その場合はですね、タイトルとメッセージの2つの項目を空にしておくということで、その通知をスキップすることができます。で、これに関してはちょっと今はまだドキュメントの方に書いてないので、若干裏側になっちゃって、もう一度ドキュメントの方に記載していただきます。最後に導入事例の紹介というものをさせていただきたいと思いますけれども、実はまだこのサービス、9月25日なので、これぐらいにリリースされて、まだ1ヶ月経ってないサービスですので、導入実績がすごく少ないんですけれども、一応もうすでに3社ご利用いただいて、1つ目が、サンドグループのパロッキーワン、こちらの Android アプリの主通知に登録されています。2つ目が、フジテレビのアップリングのパズルマネージャーアプリケーションで、これは、2日前ですね。2日前に、こちらは iOS のアプリですけども、登録されました。これを会員管理で創建という主通知しています。あとゲーキャストアかなり幅広く使っているというような、でこちらはですね、キング様にチュートリアル的なものをさせていただいている途中ですので、準備ができ次第これらの使い方、具体的な使い方のドキュメントというものもサイト上で公開させていただくというふうにやっていきましょう。最後、これはもう Android を使っている人がたくさんいるんですけど、クソバさんが神谷取りまとめの言葉に9月の基準から弊社の出資を取り入れています。これを使ってらっしゃる方は出資なんて来ないじゃないかと思うんですけども、このアプリは実はデータの、リフレッシュをかける際に出資を裏側で使っています。ウィジェットがあります。これのデータを更新する際に出資を使っていますので、先ほどご紹介したタイトルとメッセージを貼られていると、何の通知が出ないというのは、その奥場さんのアプリで実際に使われているということです。今のところ、これを解説で、ぜひ、利用していただいて、面白いアプリケーション、サーバータイプのことは気にせずに、フロントエンドのところを、できるだけ面白いものを使っていくということです。で、最後ですけれども、一応、バザーの方に出向してまして、B を B。エンジニアが3人常駐してます。何か追加に期待こととか、こういうことやりたいんですが、次にできるかということがあれば、ぜひお知らせいただければと思います。では、だいぶ早くお願いします。以上です。
処理に関しては特にないんですけども、アンドロイドの場合はまとめて全部、iOS の場合は一度に1件しか送れないので、点数が増える、送信完了のすごい時間がかかる、確率で送信しようとしてなので、そこだけ許容いただければ、特に制限というのは、プランごとの制限ができる。それ以外は、ニフティさんを使えば、ニフティクラウドさんを使えば、他サポートも手厚いというふうに考えていいということでございます。もし GoMS さんとかとかだと、最近Azure みたいなの始めて、結構サポートがすごい手厚いんですよ、ね、っていうのがあったりするんですけど、そこら辺いかがなんでしょうか。一応、こういうプランを利用しまして、テクニカルサポートっていうのがあるんですが、これ、チェック入って一番高いと思うんですけど、これ使っていただくと何がいいかというと、SDK の導入とか、こういったところで詰まったとしても、他はもう 100% かもしれないということをします。ただ、これをこっちまでやってしまうと、明らかに無理だというか、ちょっとそこは、お金はちょっと出してほしいかなと。ただ、他社に比べると無料でもかなりリクエストとか、プッシュとか、配送多いんで、これでもういっぱい遊んでいただいて、十分遊び切った後に必要になるときにご承認していただきます。なるほど、はい。ありがとうございます。サポートは全力でやる。リードしてライトしたら2回。